金子豊でございます。今回の選挙にあたり3つの政策を挙げました。1つは今まで取り組んできた教育子育て20年プランの推進、2つ目はゴールデンエイジ構想の推進、そして3つ目が循環型経済の推進を図ってまいります。金子豊でございます。